目沼赤宿と聞いてピンとくる方はグライダーに詳しい方、共にメジャーな滑空場です、ただの草っぱらじゃないという方はグライダーを知らない人、飛行場といっても旅客機も飛ばないし税関も手荷物検査所もいりません。赤宿は社会人のクラブが集まる滑空場、飛行機でグライダーを引っ張ります。ありふれた話なんですけど、やっぱりね、自由に空飛ぶっていうことになるんですかね、うん、それとやっぱりクラブライフなんでね、クラブの中にいろんな職種、いろんな年齢の人がいて、親しくなる、それもやっぱり一つの楽しみじゃないかと思います、うん、メヌマのメンバーは若い。ここは学生さんの滑空場です。動きもキビキビしていますね。ここではウィンチでグライダーを引っ張ります。同じ滑空場でも随分違うものですね。
ちらの学校ですか？中央大学です。中央大学の航空部という。はい、そうです。はい、はい、じゃあ一人で飛べるまでに、はい、こんなことを覚えなくちゃいけないってことがあるわけですね。そうですね、いろいろと覚えることはあります。はい、はい、難しいですか？難しいですね。うん、はい、どうしてグライダーを飛ぼうと思いましたか？割と飛行機が好きだったっていうのと、空が好きっていうのもあります。はい、そうですね、はい。いいですね。